まあ、ちょっとこれだけでも暖冬っていうのは何が悪いですね。でここに来てですね、気象庁が、先週エルニーニョ監視速報というのを発表しました。いつも品種です、はい、エルニーニョになるとお天気が不安定になりますよっていうね。で冬は暖冬になるというなんですけども、今日は春にかけて収束に向かう可能性が終わっちゃう。で起きたんだけどすぐ終わっちゃうという非常に弱いエルニーニョでしかないと、うん、いうことなんですね。そこでまあかなり大幅に方向修正をせざるを得ない。春というとまあ3月、熱帯の海水温の問題です。で、普段は日本の、まあ日本です。ここ日本ですね、日本の未来。この辺りが海水温が高いんですけど、この暖かい海水がずっと東の方にずれる。それに伴って低気圧の位置が東に。